大塚くん。梶山くん。うん。わあ、めちゃくちゃ嬉しい。なんか嬉しいね。なんか緊張するわ。確かに。一対一ね。いや、うわあ、めっちゃ嬉しい。ええー。いや、なんかね、もう、うん、授業だけで、俺らめっちゃ損やん、絶対。いや、わかる。もう、な、キャンパスライブの頭くじかれてね。うん。全然ちゃうもんな。うわ、めっちゃ損やん。嬉しいわ。だからなんか、こうやって友達が増えていくって感じがすごい嬉しくて。嬉しい。ありがとう。めっちゃ嬉しいわ。うん、うわ、大塚くんだ。大塚くんって感じ。本物の大塚くんだって感じ。どういうことよ。そら大塚へ。俺、直接会ったらもっと思う。うん、いや、本物の大塚くんやんって、めっちゃ思うかも。いつか時期は来ると思うから大丈夫。そんなったら俺も本物の梶山やってなってるよ。あ、ほんと？うん。うわ、本物の。一旦だからさ、今度さ、ご飯ぐらい行こうよ。え、マジで行きたい。ねえ。え、焼肉好き？めっちゃ好き。あ、ほんま？嬉しい。うん、いや、なんか、牛角のクーポン出たんよ、ツタヤで。え、ほんま？うん、1000円分。ほんまに？そう、牛角の1000円ってめっちゃでかいやん。いや、めちゃくちゃでかいよ。なあ。嬉しい、なんか。行こう。嬉しい。そう。そっか。え、お酒は？まあ、そっか。え？お酒は？まだあかんよ。一緒だった。まだあかんよ。絶対。お前やな、ごめん。うん。わかった。梶山でもそういうタイプやもんな。いや、嬉しいわ、マジで。いや、こちらこそやで。え、てかさ、あれ？うん。え？関西？俺、関西。大阪。じゃあもう上京なんだ。上京してきた。一人暮らし？一人暮らし。うわ、めっちゃ羨ましいんやけど。ほんま？あ、そうか、うん、そうか。え、上京じゃないの？千葉。千葉？千葉。めちゃくちゃ千葉やで。千葉住んでんねんや。え、じゃあ東京ディズニーランド。千葉くん。あ、ほんまや。すご。めちゃめちゃ千葉やん。千葉の形なってんねん、これ。千葉ついてから買ったん？ここ住んでる。ここ住んでんねん、俺ら。なーや、それ。浦安の方や、これ。あ、浦安なんや、それ。うん。うわ、めちゃくちゃ嬉しい。千葉住んでから住み心地いい？ん？千葉住んでから住み心地いい？やっぱ、なんか東京ってさ、ちょっと俺まだ人多いって感じして。ずっと千葉。ずっと千葉なん？ずっと浦安。生まれも育ちも。ずっと千葉？いや、ずっと千葉やん。めちゃくちゃ言うてるやん。なんやそれ。めっちゃおもろい。めちゃくちゃおもろい。彼女おるん？彼女。違う。ん？生まれも育ちも千葉？うん。彼女おるん？大塚くんは。なんで関西弁なん？ん？なんで関西弁なん？え、嘘、関西弁出てた？めっちゃ出てた。あかんやんとか言ってたし。あ、ごめんごめん。お酒あかんやんとか言ってたし。あ、ごめんごめん。めっちゃええやん言ってたし。あ、ごめん。ダウンタウン好きだからかな。あー、まあ、そっちとか。あ、気になっちゃう。あ、ごめん。なんか昔からダウンタウンめっちゃ好きだったから。うん。おー。うん。正直彼女とかいるの？彼女？いや、まあ、彼女大阪の時にさ、別れてきてっていうか。それは、もう、別れる感じだったのか、上京することをきっかけに別れたのか。いや、正直、上京して、まあ、先長いし、まあ、その、2年くらい付き合ってたから、まあ、だんだんな、なんか、変態気な。そうやね。なんか、ええ感じじゃなくなってたっていうのもあるし、うん、上京するチームダブルパンチやな。うわー、ダブルパンチめちゃくちゃしんどいやん。めっちゃテンション下がるわ。でも、ね、実際、ええ人いる思うで。全然いるよ。あ、ほんま、東京な、綺麗な人多いもんな。あ、もうほんま、落ち着いたら、めちゃめちゃコンパしよう。めっちゃ嬉しいわ。めっちゃ嬉しい。うん、めっちゃ嬉しい。めちゃくちゃコンパしよう。絶対しようね。関西弁気になるんやな。絶対コンパしようね。関西弁気になるね。じゃ
って。めちゃくちゃええやつやん、梶山。めちゃくちゃええやつやねんけどさ、関西弁嫌やねんな。おう。めちゃくちゃええやつで、めっちゃええねんけど、プラマイゼロになってまうよ。関西弁で。ちょい前やわ。あ、ごめんごめん。うん。なんか、なんか、バカにしてるんかな、みたいな。いやいやいや、もうダウンタウン大好き。うん、これも本当に。テンション上がったらさ、関西弁出てまうからさ。うん。あ、分かる。気をつける。うん。でも、うまいねんけどな。うん。千葉って聞いたときに衝撃走ってまうから。ん？何？千葉って聞いたとき衝撃走ってまうから。あ、そう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 。逆にさ、でもさ、俺あの東京のええとこ教えてほしいわ。今も全然回れてない感じして。むしろ千葉でもいいし。そういう友達欲しかったし。もう全然、だって、あの俺ら高校時代とかは浦安だから全然渋谷新宿とか行ってたもん。え？千葉からでも結構通えるんや。全然行けるよ。1時間とか40分ぐらい。もう関西で京都が大阪に行くみたいな感じや。京都もう完全にそれだと思う、多分。ほんまやな。ちょ、マジ、もうほんまめちゃくちゃ嬉しいよ、それは、ほんと。あ、ほんま、ええわ。だから、もう渋谷行ったら、渋谷はイメージで言えば若者の街。おー、そうか。まあ、確かにそんな感じあるわ、渋谷みたいなな。だから、あの、ご飯屋さんめちゃくちゃ美味しいところって言ったら案外むずい。あ、逆にそうなんや。めっちゃ勉強あるわ。で、新宿は、あの、もうね、全部あんのよ。繁華街、歌舞伎町って。歌舞伎町な、おー、知ってる。歌舞伎町は、あの、繁華街って感じ。だから、ちょっと怖い感じの人もいたりするし、飲み屋とかもたくさんあるらしい。あ、そうなんや。で、あの、完全に、逆方向行ったら、オフィス街。オフィス街な。うん、だから全部がある街って感じがする。すごいな、めっちゃ教えてくれるやん。大阪はどんな感じ？その、難波とかはどういう存在なの？なんやろな。難波がじゃあ渋谷って感じかもしれへんな。あ、難波が渋谷なんだ。じゃあ新宿は？新宿。新宿が梅田とかって感じかもしれへん。梅田、新宿が。繁華街もあって、商店街みたいなのもあって、ちょっと怖い人、まあ難波も怖い人多いけど。うんうんうん。そやな。で、京都か千葉かもな。ああ、そうかもね、でも。なんかすごいしっくりきた。じゃあ、千葉でいう東京ディズニーランドは、京都でいうどこに？ああ、なるほど、でもユニバになるけどな、正直。か、京都でいうのは、映画村。めっちゃおもろい、おもろい、めっちゃおもろいやん。出たんや。関西に出てんねん。千葉、東京ディズニーランド、京都映画村めっちゃおもろいよ。うずまさ映画村やな。自分めちゃくちゃおもろいね、ほんま、正味な話。ほんま、めちゃくちゃ言うとるわ、なんやねん、ほんまに。あほんで、ほんと。関西弁やめよ。すごく楽しい、ほんとに。うん、なんか、初めて会った感じがしない。こうやってちゃんと喋るの。うん、なんかすごいしっくりくるよ。すごくしっくりくる。うん。うん、関西弁やめてよ、ほんまに。うん、めちゃくちゃ嫌やから。で、出てた？出てた。俺？うん。テンション上がって出てまうからさ。俺嫌やのよ。うん。ダウンタウンとかじゃなく、うん。いや、ほんと好きで。うん。ロッツの DVD とか全部持ってたし。ああ、そう。うん、俺も好きやから嬉しいけど。その、一緒にの見て、それ出るんやと思ったら、途中から嫌なのか。プラマイゼロ、むしろ前行きやし。これはメテーナさんみたいな感じ。ああ、そうそう。めっちゃお笑い好きやん。うん。お笑い大好き、めっちゃ。うん。大塚くん、大塚くんさ。うんうん。俺、大塚くんすげえ、関西で、ちょっと今みたいな感じ。うん、目線素晴らしいし、うん、ツッコミも上手だから。うん。コンビ組まん。ユニ？俺と梶山？ああ。見えた。
俺が大阪の、うん、俺が大阪の、大阪やったらこうやで、みたいな。東京やったらこうやけど、大阪やったらこうやで、みたいな。漫才できそう。なんかビシッと、あの、一番のバラしどころは漫才の。はい、いや、テンション上がる。あの、最初小さく注意して、あ、ごめん、その、エセ関西弁やめてもらって、みたいな。その、いや、千葉やから、大阪同士のコンビやと思われるし、その、そこちゃんとしてもらっていいっつって、あ、いいね、で、俺が今みたいな感じでテンション上がったら、いや、テンション上がったら出るなーみたいな。ああ、個性できてる。テンション上がったら出んなーみたいな。ないな。言えるわ、多分。テンション上がったら出んなーいけるだ。あ、めっちゃうまいと思う。どなり系いけるわ。それが、なんかこう、なんだろうな。その、ワクワクとのボルテージは、あの、あ、こいつテンション上がってきたら出るぞ、突っ込むぞが、お客さんも、あの、そのバラシ見てからも、その後、あの、かぶせても、あの、展開でワクワクできるかなって。あ、なるほど。めっちゃありがとう。うん、ちょっと今度、ケンタッキーでネタ合わせ。あ、そうしようか。うん。クーポン持ってるでしょ、俺。まあ、ケンタッキーというより、ケンタやけどな。いや、出んな関西弁。いける。あと関西人もそんなケンタって言わへんねん。ケンタッキーって言うねん、意外と。いや、あとあれね、なんといってもほら、やっぱマクドナルドな。あ、マクドナルドはな、ちゃんと言わなあかんよ。うん、ちゃんと関東の人やったら、マクドナルドどうやって略すの？マクドル。言わへんねん。100ドルみたいになってるから、日本円に直したら1万円だよ、やないんよ。売れた。今やったら1.108やから1万800円になるかどうか知らんけど。売れた。大丈夫。うん。よし。どうか。え、待って、え、この後時間ある？ある。もうちょっと、どこ住んでんの？お、俺8万。代々木8万。あ、OK。代々木8万。めっちゃいいね。いいとこだね。うん。うん。じゃあ渋谷にしようか。俺初代だ。代々木公園ええんじゃん。ん？代々木公園は？あ、代々木公園でやろう。OK。ちょっと俺、待って、裏安からだから、ちょっと時間かかるかも。あ、なるべく都内引っ越してきて。ん？なるべく都内引っ越してきて。え、なんで？その方が劇場とか近いやろ。一緒に住める？いける。一緒に住んだらでも、喧嘩した時大変かもしれんから、近場に住む。サンドイッチマンさんとかでも一緒に住んでた感じで。あ、なるほどな。それはめちゃめちゃありかもしれへん。ブラックマヨネーズさんもほら、あ、なんか、上下に住んでたっていう、ね、あ、なるほど。あとウォンバットってコンビも一緒に住んでるわ。まあちょっとウォンバット、うん、めっちゃ詳しいな。うん、俺好きやかな、うん、ありがとう。ほな、うん、全然そこに合わせて一旦俺カフェドクリーおるかもしれへんし。オッケー。はい、オッケー。まあ後で、はい、点火取ろう。Peace.